みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はハーモニクスというテクニックを皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。ハーモニクス。どんなテクニックかといいますと、そうですね。とりあえずちょっと鳴らしてみます。なんかこう、ポンポンといったなんかこうギターっぽくない音がするようなテクニックでございます。こんな音。まあ、こんな感じの、なんかこう、ヒャーン、ピョーンといったような、なんかこんな感じのギターっぽくない音が出るようなテクニックでございます。やってみましょう。ギターを持っていただいて、人差し指で1弦の12フレットの真上を軽く触れた状態で、1弦の12フレットの真上を軽く触れた状態でピッキングをしてみます。そうすると、こんな音が鳴るはず。どうでしょう。1弦の12フレットの真上はどういうことか。12フレットというのは、このフレットという銀色の細長いパーツ、この真上を軽く触れてほしいということです。12本目のフレット。ここから1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本、11本、12本とあった中のこの12本目のフレットの真上を軽く触れた状態でピッキングをする。ということです。12フレットの真上なので、ここではないですよね。ここではないです。このフレットの間ではないです。フレットの真上を軽く触れて、ピッキングすると、こんな感じでポーンといった甲高い音が鳴るはずです。どうでしょうか。で、ピッキングした後は指をすぐに離さないと、音がすぐに切れてしまいますので、弾いたらすぐに離してあげてください。で、この人差し指の力加減といいますか、押さえ加減も本当に軽くしてあげないとすぐに音が止まってしまうんですよ。押さえるわけでもないですし、かといって離れるわけでもないんですけれども、本当にギリギリ、触れてるか触れてないか、すっごい微妙な範囲なぐらい、そっと触れてあげる。そして、ピッキングしたらすぐに指を離してあげる。そうすると、こんな感じでポーンといった甲高い、綺麗な音が鳴るかなと思います。人差し指がうまくできたら、中指、薬指、小指とかでもちょっとチャレンジをしてみましょう。こんな感じです。で、1弦もうまくできてきたら、2弦とか、3弦、4弦、5弦、6弦。すべてのフレットを鳴らして、ちょっと遊んでみましょう。6弦から一気にバーンと鳴らしてみたり、1弦からバーンと鳴らしてみたり、こんな感じでポン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 という音色を出していくのがハーモニクスというテクニックです。厳密に言うと、ナチュラルハーモニクスという言い方をするんですけれども、こんな感じのやり方です。12フレットがうまくできたら、他のフレットも行ってみましょう。12フレットの次は、じゃあ7フレット。7フレットを見てみましょうか。人差し指で1弦7フレットの真上を軽く触れて、音を出していきます。そして弾いたらすぐに指を離す。こんな感じです。1弦ができたら2弦もやってみましょう。そして2弦ができたら3弦も、4弦、5弦、6弦と、全部のフレットを鳴らしてみて、うまくできたら OK という感じです。7フレットもできたら、次は5フレットです。5フレットから、5フレットの1弦から、2弦に行って、3弦に行って、こんな感じで鳴らしたりとかしてみましょう。だん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 こっち側に行くにつれて、フレットの触り加減がシビアになっていきます。12フレットとかは、まあ割と雑にこの押さえてても大丈夫なんですけれども、5フレットくらいになってくると、ちゃんとフレットの真上を押さえないと、綺麗な音が出なかったりとか、音が伸びなかったりとか、そもそも音が出なかったりとかしてしまいますので、フレットが上がるにつれて、ちょっとずつシビアに鳴らしていきましょう。本当に軽く触れるだけという感じです。ちょっとでも多くペダと触ると、こんな感じで全然音が鳴ってくれないので、綺麗な、こういうファンファンファンとした音が出るように心がけてみてください。他にも、4フレットとか、3フレットとか、もっといくと2フレットとか、あったり
ったりとかするんですが、まあ、この辺になってくるとちょっとシビアすぎてあまり現実的じゃないので、まあ、普通のギタープレイをするんであったならば、あるならば、12フレット、7フレット、5フレット、このぐらいができれば十分かと思います。こんな感じでサラサラっときれいな音が鳴らせるようにちょっと練習をしてみてください。それでは最後にちょっとおまけでなんかハーモニクスフレーズみたいなのをやってみましょうか。ハーモニクスフレーズ、なんかこう。こんな感じでハーモニクスだけを使って。フレーズを弾いてみましょう。1弦の5フレットから順番に1、2、3弦と5フレットのハーモニクスを鳴らしていきます。ミ、シ、ソと鳴らして、2弦の7フレットのファシャープのハーモニクスに行きます。こんな感じ。で、その次は、1弦の12フレット。で、3弦の7フレット。で、その次は2弦の12フレットから4弦の7フレット。こんな感じです。で、最後に3弦の12フレットで終わりましょう。つなげるとこんな感じ。5、5、5、7。12、7、12、7、12。で、終わり。こんな感じです。何度も言いますけれども、すごく軽く触れることがとても大事です。ちょっとでも多く触れたりとか、なんか押さえちゃったりとかすると、音がきれいに出なくなってしまうので、できるだけ優しく、きれいな音が鳴るように心がけて練習をしてみてくださいませ。それでは、ハーモニクスでございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。